はい、OK です。うわー、驚いた。はい、とちさんが始まりました。じゃあ裏ネタコーナーということで、はい、ちょうど今12月の半ばですよね、この撮影してるのは。ということは、真珠湾攻撃、今年は真珠湾攻撃80周年だそうですから。で、トラトラトラっていうハリウッドの映画があって、はい、監督黒澤明だったんです、最初ね。最初は最初黒澤さんだったんですよ。で、だからアメリカ側の監督がいて、日本側のシーンを黒澤さんが撮るって言ってて、うん、で、山本五十六役に素人さんを雇った。なんか雰囲気が似てるかな、なんかどっかのね、企業の社長さんかなんかなんです。で、素人さんだから、うん、みんなでその雰囲気を盛り上げようというので、撮影所に入る時からもう山本五十六で扱うわけですよ。助監督さんなんかも全部パーッと敬礼してね、なんかやってたんだって。僕はそれは知らないよ、その時代はまだ素人ですから、まあ、大学生ぐらいの時だから。で、後に、まあ、皆さんから聞いた話の張り合わせです。宮口誠二さんだったかな、藤原鎌太さんだったか、どっちかちょっと今あれだけど、おじいちゃん役者、黒沢組に受けてるが召喚の役で、なんか病気で入院してるんだって。で、それを山本五十六かなんか見舞いに行くというシーンがあって、本当はいわゆる入院着っていう白い着物を着てなきゃいけないんだけど、ちゃんとその方のための軍服を仕立てるんですって。セットに入ると赤絨毯が引いてあって、士官到着ラッパが鳴って、両側にスタッフがずらーっと並んでるんですよ。こう左右見ながら歩いていくと、みんながザーッと敬礼してくれるわけね。うんうんうんつって言って、行った先に黒沢さんがいるんだって。黒沢さんの前に立って、やっぱり黒沢組慣れてる人だから微動だにしないんだって。黒沢さんが先に敬礼するわけですよ。ただ当礼って受けて、敬礼っていうのは階級の 下の人が先に敬礼するんです。はあ、はいはい、敬礼したら上官が当礼って受けて、はいはい、受けた人が下ろさないと最初に上げた人は下ろせないんです。あ、だからそれを、ね、そうそう、でそれをやって、うん、はい結構です、で、あなたは今こう来るのに、みんなの子をこう見ながら行ったけど、あなたはなんか何ちゃんだか忘れたけど、役目はね、すごく切れる人なんで、各パートの指揮官の顔を見るともうその状況が分かるぐらいの人なんで、もう一回ってまた俳優会館から、でその俳優会館に迎えに行くのも、海軍の軍隊経験のあった大部屋の俳優が呼びに行ったって言うんですよ、ちゃんと。だからそれがソロモンさんのことだと思うんだけど、うん、この間言ったね、あの方海軍だったからやったんですって、という話を名前言っちゃっていいかな。大村千吉さんというね、東方のやっぱり大部屋の主みたいな、顔見るとね絶対わかりますよ。この目のグリッとしたね、モスラって映画があったよ、宝田明さんと、で高島忠夫さん、うん、高島忠夫さんがインファント島に行くじゃないですか、時に道案内で現地の黒人さんがいるじゃないですか、コーディネーターみたいな、あれやった人。へー、ウルトラ Q とかにも出てらっしゃいますけど、はいはい、目のグリッとしたね、に僕は直でその話聞いた。へー、さすが黒沢。粋ななというか、そのね、その雰囲気で周りでこうその人を盛り上げているというかね、うん、でそんな見せて、あいつはバカかって言って下ろされたっていうんでしょ、しないけど。だから最近トラトラトラの準備稿と決定稿がなんか発見されたとかってニュースになってないですか、 2,3 日前に。それ残ってますよ、だって撮影始まってたんだもん。だから本編は山本総さんがやったじゃない、はいはいはい、影武者はね、最近なんか出てましたね、勝新さんが降りたじゃないですか。勝新さんの頃のスチールっていうのがちらっと出てましたね、はいはい、僕はね昔見たことがある。結構撮ってた、1週間ぐらい撮ったじゃないかな。でね、不思議なのがね、山崎さんっていうじゃないですか、はいはい、が弟の役やるじゃないですか、はい、中谷さんにもそっくりになるんですよ。ほう、中谷達也さんの場合は影武者やってるってわけだから、はいはい、中谷さんの扮した武田信玄にもそっくりなんだけど、勝さんの時の武田信玄にもそっくりになるのね。山崎さんって不思議な俳優さんだなと。そのスチール見たら、こう3人が並んでるシーンがあるんですよ。で2人は中谷さんなんですよ。だから合成ですよね。で山崎勤さんがやっぱり、ね、見分けがつかないぐらいで、ごめんなさい、だから勝新さんなんですよ。へー、でこれはね、宣伝部にね、スチールがあるんですね。とね、こう棚開けるとね、スチールがこう並んでたファイルが、当時のことだからベタ焼きですよ、うんうん、だね、こっち側にね、X ナンバーっていうのがね、4冊ぐらいあったファイル、うんうん、この X ナンバーって何、見てもいいけど言っちゃダメよ、たら勝新さんのこのスチールだった。それは僕は見たことがありますでも最近ちょろちょろ出てますよね、なんか出てきます、記者会見の時とかね、はいはいはい、うん、なんでもう皆さんあちらしたし、時効の話なんじゃないですか。だからね、僕ね、ある日ね、勝さんかかってくれてたから、勝さんの舞台にご挨拶に行ったんですよ、はいはい、
で勝さんおられる時にね降りようかなと思ったんですけど、まあ黒沢さんも最後だから最後だからそれから7本か8本が取ったんだけどあれでもう最後だろうからってんで出ましたって言ったらそれはいい。あの黒沢の親父さんにしてもね、あとあの本田石郎さん、あのゴジラなんかの、はいはいはい、もうあの僕がお世話になった大林信彦さんに仲良くて、お家も近所で、で大林映画にもなんか俳優さんで出てるんですよ、おじいちゃんかなんかで。で本田石郎さんと黒沢さんって仲いいから、はい、でね黒沢さんの逸話でね、あの僕はあの影武者の時に武田信玄の館の門番やってたの、うんうんうん、ほいで、戦が終わってもう影武者と入れ替わって、うん、帰ってくるわけですよ、はい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 、で、もう、まあ、門番がこうやって見てるとさ、あ、来た、ダダダダダダダって来て、でみんながこう逃げるとタッタタって帰ってくる瞬間じゃないですか。でその後そのあのこの間話したあのこいつは信玄じじゃないって信じてたがるわけなんだけど、門の上に太鼓が乗っかってるんですよ、うん、その太鼓がドドーンってなるわけね、うん、でその太鼓を叩くのが久世さんって言って、もう亡くなってとっくに亡くなったけど、うん、あの影武者の時の立石さん、ずっと黒沢映画の盾をやってる久世龍さんって人が俺がやるって言ってやってらしたんです。で僕らから言うと頭ですよね、でいつもね一緒にねこう焚き火とか当たってたりしてたんだ。そのカメラがこう上を向いてて太鼓がドドーンとなるだけのカットが、だから回しちゃえば3秒とか5秒のシーンなんですよ。いつもスケジュールに入るんだけど回らないわけ、まあ、つまりそのシーンがを撮らないわけ、とだん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 シーンを紹介していくと、最後はそのシーン狙いで御殿場まで行くわけですよ。御殿場にあの富士スピードウェイってあるじゃないですか、はいはい、あれのねなんかヘアピンカーブかなんかのね山越したとこなんですよ、だから時々うーんとかいう音が聞こえるようなとこなんですよ。それで何遍行ってもねそのシーンが回らずに、久世の頭があの紛争してこうじーっと椅子に座ってるわけ。で頭は今日も回りませんねって、回んねえな今日もないよって言ってて、最後はねそのシーン狙いで撮影隊が全部御殿場まで行くわけですよ。とあれ何人いるんだろう黒沢組のスタッフって、100人近くいるかな、それが一遍送ると1日で100万円とか経費がかかるわけじゃないですか。で行って僕らもちゃんと紛争して待ってるわけですよ、回らない。それが何日か続いた、で本田志郎さんがあの監督をみたいな形で出して、本田さんはよくうちの方のあれ遊びに来た、本田さんなんで回んないんですかって知らねえよって言ったら、久世さんが聞いてきてよ、立石さんが、うん、立って黒沢の親さんとこ行って、なんかあいつらがなんか言ってるからみたいな感じで言ったら、こう空を指さす、たらもうくるっと振り返ってもうニコニコしながら来て、分かった、あそこにさ雲がないんだって。確かにねちょっとこう谷間みたいなところにあの館が組んであるんです。周りにこう山があるんだけど、山のてっぺんに鉄塔が立ってるのね、うん、でその太鼓櫓を向けたカメラだけ後ろに何もないんですよ、空が見えるんですよ。で土砂降りの雨の翌朝だから、カラーッと晴れてる空、やっぱり撮りたいわけじゃない、ほいで回らないわけですよ。だそっから後のセリフがね、本田さんだなって、そんなもうお前合成でいくらでも書いてやるのになってボソッと言ってさ、さあ帰ろうかってのがあって、それから2回ぐらい行ったら雲があった、あ雲があるってみんながうわーってなったら、早いこと早いこと準備もう何回もやってるから、おいはいおいスタートドドン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 、はいオッケー帰るぞでもう本当にお昼前ぐらいに東京に戻ったので、演技チームがさ、え今日も回んなかったの、いや済んだ済んだ済んだ回ったえそれ何回ぐらい待ってたんですか。何回行ったか忘れた。でもそれちゃんと衣装もちゃんと着て、もちろんもちろんでしょ。だってリハーサルの時からさ完全紛争だもん、あ黒沢組ってのは。はあ、だからまあ黒沢組だしっていう。えでもそこ あの映像に映る方って、うん、そんな少ない人数じゃないでしょ。うん、まあその空抜きは、うん、1,2,3,5 人ぐらいかな。ああ、うん、それでも5人いたわけでしょ、うん、それがみんな完全紛争で、うん、メイキャップちゃんとして、うん、でずっと待ってて、そんなことあるんや、うん、でね黒沢さんがねもう一個思い出した、それでやってもらう、あこの人あの山本嘉次郎さんって黒沢さんのお師匠さんがいて、はい、
映画だとハワイマレオキ海戦なんていう戦争時に撮ったあの真珠湾攻撃の映画が、その山本和次郎さんがちょっと撮ってるんだけど、の名城監督だったというのはよく聞いてた。僕なんかにもう2世代ぐらい前の話だからね。ただね、滝技能のシーンがあるんですよ、その影武者の中に。で、僕らはあの信玄館のまあちょっと偉い方の武士やってたから、割と前の方に座ってて、で普通の侍がいて、造兵がいて、その後ろにまあ近所の人たちも見に来てるというアルプススタンドみたいなセットで、滝技能のシーンをまず撮って、でその上にいる人たちの中にラッパー、つまりスパイがいるわけですよ、うん、スパイが3人ぐらいいるのね。そうするとその警備の兵がみんなこっちを向いてんだけど、警備の人たちはこっちを向いてるわけね、うんうんうん、客席を見てるわけで、そうするとその警備の兵が右向いて左向いてってこう見るわけじゃないですか。と自分の方を見られた瞬間にはこう斧を見てるわけですよ。ところがちょっと目がそれた瞬間に、武田信玄本物かなっていうのをやる、まあ、芝居のシーンなわけですよ。と助監督が、いいですか、じゃあ、で、まあ、カメラ側が、滝技能が舞台側から撮ってるから、舞台はスタッフがいるわけね。で、じゃあ、この助監督がこう、旗かなんか持ってね、こう動くのが、これが滝技能の、あの踊ってる人です。で、皆さんはこれを追って、で、こういった、一つ、二つ、三つぐらいで、こっちを向いて、ああして、こうしてって段取りを言うわけですよ。何遍やってもうまくいかないの。そら、小屋さんの親さんがさ、ダメだよ、おい。いいか、今、あいつの言ったことを忘れてくれ。はい。じゃあみんなは今あのもう一人 あの若い助監督が動くから、それに沿ってあそこで踊ってるわけだから、こう見てくれと。ただ笑ってるやつもいるし、うーんってやってるもいるし、まあ、それ好き好きにやってくれ。でみんなはそれでいい。ラッパーの3人で、警備の兵はまあ芝居だからちょっとゆっくりめにこう左右にこう目をやってくれる。君ら3人は自分らを見られてる時はみんなと同じ目線で、ちょっとでも目がそれた瞬間にパッとこう見てくれればいいんだ。分かったな、分かったな、分かった、よしじゃあ行こう、再テスト一発ですよ。ああやっぱりこの人は名所監督だったんだと。分かりますよね、そういうのね、あのなんて役者心理みたいなのがあるじゃないですか。ある程度ほらポーンと投げてくれた方がやりやすいわけですよ、はい、ということで黒澤明さんの続編でした。うわー驚いた。